皆さん、こんにちは。M&F アセットアーキテクト、オプショントレード普及協会の森谷です。えー、先物プラスアルファの戦略、えー、ということで、えー、下落相場でも効率的に利益を上げたい。えー、予想に反して、まあ、逆行してしまった、えー、上昇してしまったとしても損失を小さくしたい。えー、そういったですね、ニ、えーズに応えるための、えー、日経22五ミニオプションを利用したカバードプット、えー、ご説明していきたいと思います。 基本的な考え方はですね、下落を予想して、先物の,の売りを仕掛ける場面だということですね。で、まあ、下落してる途中で入れるんですよ。あの、天井付近から落ちるじゃなくて、もう下落してるテロネの中で、あるいは突っ込んだ時、さらなる下落をですね、予想して追撃売りするような場面。そういったのをちょっと想像してください。で、そういう時っていうのは実はオプションの値段も高いことが多いわけなんです。 例えば、ご覧いただいているように、2022年の6月13日ですかね、26,855円まで急落している場面です。で、これ、ここで止まるか、逆張り的にロングするっていうのも一つの手かもしれませんが、いやいや、もっとしていくだろう。と思うときにですね、先物の売りを仕掛けるというイメージなんですけれども、この時ちょっとご覧いただきたいのは右側のグラフですね。これはあの日経平均 VI というオプションがですね、 高いか安いかを示す、そういった指数だと考えていただきたいんですが、えー、これあのー、まあ、20ポイント以下の時はですね、結構平安、平安な時で25を超えてくると、もうやばい時に近いんですけど、これ、同じ日の6月13日の値が25.79ということで、25ポイントを超えてきています、えー。このちょうどこのグラフがこう下落したのと、ちょうど逆転した、このちょうど逆のようにこう、上がってますよね。ですから、 さらに下落するというふうな思いと、プラス、この高くなったオプションをなんか使えないかということで、このオプション売りを使うということです。ということで、えー、日経平均の下落相場で効率的に利益を上げたいということで、まず下落トレンドを確認して先物を売る。あるいは、急落時に追撃的に売る。これに加えて、フットオプションの売りを絡めるんです。 まあ実際はですね、このプットオプション売ったら怖いじゃないかっていう人もいるかもしれませんが、先物で思っているので、このカバードプットの売りという場合は、下落した場合はですね、このプットオプションの損失は全部先物でカバーされます。だからカバードプットというですね。はい。さて、このオプションを売ることはですね、オプションの価格が受給の逼迫で高くなることを利用しています。その後、えー、まあ、 ボラテリィ急騰してるわけですけども、実はその後下がってもですね、急騰したボラテリティがもう一発上がるより、上がるよりもですね、もう少し、まあ上げきってなければさらに上がるかもしれないけれども、その場合は下落するわけですから、もともと自分たちにとってはプラスです。下がる方向に狙ってるわけだから。で、もし逆転して相場が逆に上がってしまった場合は、急速にですね、受給がこう緩むんですね。保険の需要がなくなるから。といと逆行した場合でもですね、そのオプションのプレミアムがこう急激に下がって、 それが、まあ、いわば、先物の上昇のした場合の損失をカバーしてくれるよねっていう部分です。はい。こういったことをですね、ええー、まあ、利用する作戦だということです。どうしてもですね、プットオプションを、ええー、売るということは、恐怖を、まあ、伴うことが多い。それは、あくまでもプットオプションを裸で売るからですよね。実際、ご覧いただいてわかるように、このプットオプションっていう制度は、 日経平均が下落すると、すなわちその権利公式価格を割り込んだ分をですね、売り手がか、払わなきゃいけないわけですよ。だから例えば26,500まで下がってしまえば、この27,000円のプットを売った人っていうのは500円払わなきゃいけない。ミニオプションであれば5万円払わなきゃいけない。100倍のですね。これが従来型だと、1,000倍ですから50万円払わなきゃいけない。だからこれは怖いというわけです。ところがミニを入れてますよね。今回でれうと、 ミニオプションを使った場合は、ミニオプション1枚に対して、日経225ミニが1枚で対応します。ですから、ミニオプションを売った場合には、プットオプションを売った場合には、ミニを1枚で売っておけば、この下落の部分は、すべて、このミニが、の利益が、このプットオプションの支払い額をカバーしてくれます。26,500万円まで下がったんであれば、もしミニを27,000円でもし売ったんであれば、500円の支払いが、 ミニの利益でカバーできます。こういう仕組みになってるわけです。はい。ミニを売って、プットオプションのミニオプションを売るという作戦ですよね。グラフを見てみましょう。ミニをショートした場合、売った場合の損益はこういう形になります。ミニ1枚だった場合は、この縦のその損益、この金額は10分の1になりますからご注意ください。 下落した場合に利益が出る形になりますね。上昇すると、えー、損が出る。これがミニオプションのこの直線的な動きです。一方、プットオプションどうかというと、はい。上昇した場合は、売りの、まあ、も受け取ったプレミアムが利益になりますから、こんな風になります。下落した場合は、確かにプットオプションからは損が出るけれども、ミニの利益がそれを全てカバーしてくれていることがわかるかと思います。よってこのグラフを一つに重ねてみると、こうなります。 この、こうですね。この、まあ、これはちょうど逆転する感じですかね。こう、こういう、こうです。これ。この濃い青の部分です。動かなくても利益。多少の逆行、つまり、多少上昇しても利益が出てますね。この辺。すごく上昇してしまった場合、ミニだけを見たときには、これだけの損失です。どんどん損が膨らんでいきます。しかし、コールオプこのカバードプットであると、必ずこのミニよりも、 損が少ない形で推移しますね。はい。このように、このプットを売ることでですね、上昇した場合のミニの損失を少しでもカバーするんだということです。ただ、ちょっとこのグラフなんですけど、これあの、実はですね、これ、コール売りと同じ絵なんですよ。実は。すなわち、カバードプットというのは、先物を売ってプットを売るという行為でした。これ、一言で言うとコール売りなんですね。 なので、えっ、ー、と、まあ、上昇してしまったら困るポジションでは確かにあります。ただ、オプションよりも先物とこう、まあ、先、まず先物仕掛けといて、後からプット売るとかっていう風にバリエーションも考えることができますし、えー、上昇した時のヘッジでミニを、まあ、売ったり買ったりするということになると、オプションを使うよりは、 先物の,の方がですね、流動性があったりしてやりやすいので、まあ、あの、カバードプットっていう形にすることでですね、その先物の,の側で損切りとかを設定するということが可能になるので、扱いやすい可能性があるということをですね、一つ覚えておきましょう。はい。では、えー、今回このカバードプットのですね、えー、まあ、意図というか、どんな場面で仕掛けて、何を持って利益を出すのかということです。 えまず、相場が下落する場面、トレンド発生や急落した時にですね、えー、IB が相当程度上昇したところに、追撃的なあるいはトレンドフォローの先物売り、そしてボラテリィティが高い、オプションの価格が高いところを逆,利用,逆利用したプット売りを重ねるということです。これによって、先に反転して、あの、予想に反した場合から行きましょうか。予想に反してしまった場合は、先物売りだと、そのまま損失ですけども、 プット売りが利益になる可能性がありますね。よってそのプットの売りで、その先物の,の損失を少し減らす。じゃあ、予想通り下がった場合どうなるか。このポジションのグラフ、だ、この、えっ、ー、と、リスクをちょっと見てみましょうか。リスク指標を。えー、デルタ、ご覧ください。マイナス0.5っていうことは、これは下落すると利益が出る。このマイナスってことは、下落すると利益が出ることを表しています。セータ、13.97。 これは、時の経過によって、プラス13.97、1日当たり1万三千まあ一万4000近くの利益が出ることを示しています。はい。ベガがマイナスですよね。ってことは、インプライドボラティリティが、このベガというのは、インプライドボラティリティの変動が、オプション価格にどういう影響を与えるかということを示す、あの指標なんですけれども、マイナスということは、インプライドボラが、 ま、上昇するとダメです。マイナスですから。下落するとプラスです。1ポイント下落すると2万8000円プラスになるという意味です。これは。逆に1ポイント上昇すると2万8000円マイナスになるという意味です。で、急落して、インプライドボラがポンと跳ね上がった後は、その後、もう一回下げたとしても、インプライドボラが、まあ、上げきってなければ、さらなる下落で、ボラはさらに上がっていくかもしれませんが、デルタが効いてますからね。さらなる下落はいいんですよ。 逆に反転してしまって、ええー、あるいは相場が下げ止まった場合、そこから反転した場合というのは逆に、まあ、オプションの受給が減るので、ボラティリティが下がります。よって、まあ、急騰した IV というのは落ち着いてくると低下していく傾向があります。なので、ベガが味方になる可能性が、ある時が経つにつれて、徐々に徐々に落ち着いてくると、市場がね。で、今回の内容では触れませんが、実は、 えー、そもそもプット側の IV っていうのは、えー、さらなる下落でですね、上げにくい性質が実はあるんです。まあ、ここは、あの、今日は置いときましょう。えー、このようにですね、えー、まあ、急騰した IV は、時の経過によってじわじわと下がっていく。結局、下がっていけば、このベガはマイナスだから、プラスなんですよ。ということで、えー、その下がった時はデルタで取りつつ、時の経過でセータで取りつつ、 落ち着きを取り戻す。下がってる過程でも落ち着きを取り戻していって、米側から利益を出すということを狙う。こういった戦い方です。はい。えー、最初にご覧いただいたチャートをもう一回確認しておきましょうか。えー、急落した。さらに下まで行く。2万6千円まで見に行くだろう。先物を売る。ボラティリティ、インプライドバ高い。これはオプション価格が高いことを意味している。じゃあ高くなったらオプションを売ろうじゃないか。 さて、えっ、ー、と、まあ、ミニオプションを使うことを想定するとこうなります。えー、日経2号ミニを1枚売ります。えー、当時26,855円で1枚売ったことができます。そして、この水準に近いオプションですね。アットザマネーのオプションと言います。この、プット26,875を、えー、1枚売ることにしましょう。値段が710円ぐらいで売れたとします。このセットのポジション、カバードプットのポジション、ミニ売ってミニオプション1枚売るという。 そういったポジションの姿がこの絵でしたね。これ満期の絵です。え、黒い方が、これが、えー、ミニを1枚売ってる状態の損益です。この出てくる損益はすいません。十分の1で見てください。これご覧いただいてわかるように、まあ、この黒のと重なってる、ここよりも右側の世界だった場合は、すべてこのカバードプットの方が成績がいいわけですね。動かなくても利益だし。 下がって先物の,の損失よりも必ずカバードプットのポジションの方が損が少ないわけですから。大きく下落してしまった場合は、ここから今度は右だけの方が良かったになりますが、こういったメリットもあるので、これは良しとしようという作戦です。下落したからといって損になるわけじゃありません。こういった戦い方をします。これは一応満期の姿なんですが、実際どうなったのかを見ていきましょう。はい。どん,どん下がりました。下がっ で、また上がって下がったという形で、ここが着地点です。月末。まあ、この時点で、当然、もう、リグイしてもいいかもしれません。満期まで持たなくてもいいんです。途中反対はもう可能です。まあ、最終的にはこう下がったので、このポジションから利益が出てるはずです。で、注目すべきはこちらです。確かに、ここで入った時、この辺だったんですよ。25.79。さらに下げてしまいましたから、 もう一発上に上がってるんですね。だから、この状態だとボラティティは上がってるんだけども、実はこの後、相場は最終的にはこう下がってはいるのに、見てください。下がってはいるのに、落ち着いてるので、だん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 こうやってボラティティ下がっていくんですね。ここは確かに持ち上げられてるけども、その後は下がっていってるわけです。っていうことは、おそらくこの場面では、下がってるので、まあ、予想通りデルタで取ってて、時をけ時はいくらか経ってるので、セーターからも取れてて、ボラティティが低下してますから、 インプライドボラーの利益も出てるはず。ベガからも利益も出てるはず。っていう予想が出てきます。見てみましょう。ちょっと複雑な絵なのでよく目を凝らしてみていただきたいんですけども。えー、このグラフはですね、この青いのが満期損益。えー、この黄色いグラフはちょっと今まで出てこなかったグラフかもしれません。この黄色いグラフはですね、これはあの、えー、この日、17日後、6月30日。 6月13日にポジションを取って、それが6月30日にどういう姿をしているかを、まあ、予想するのがこの黄色いグラフです。でこの赤いこのカーブは、これは当日、この6月30日時点の実績のカーブになります。いいですね。さて、このポジションの姿、もう一回思い出しましょう。デルタはマイナスでしたから下落が強い形。 セータプラスでしたから、時の経過が味方になる形でした。ベガはマイナスでしたから、ボラティリティが低下すると利益になる形でした。ってことは、見てください。この、デルタから43万円のプラス。ミニだったら四万三千の、ミニオプションなら4万3000の利益なはず。セータ、従来型だと22万2千円ほどの利益。えー、ミニオプションだったら2万円ぐらいほどの、2万2千円ほどの利益。ベガも、ボラティリティが低下してますからね、このように12万2千円のプラスになってます。えー、ミニオプションであれば1万2千円ほどのプラスです。 このように、この利益の出てるメカニズムとしては、デルタ、セータ、そしてベガからの利益が出てるわけですね。このような形で、まあこのガンマからは逆に損が出てますけれども、このような形でですね、3つの力を発揮、3つの力を借りるっていうことが言えるわけですね。で、これをグラフで確認するとこうなります。今いるとここなんです。つまり、先物だけの利益だったらここに過ぎないんですよ。つまり、46万円に過ぎないんです。 でも、オプションの利益が11万5000乗っかってるために、ミニだけよりもプラスアルファの収益、利益があったことになりますよね。これが、このカバードプットの、まあ、ミソです。ここです。つまり、この、入れ替わるところ。損益が入れ替わるところ。ここよりも右側の世界であれば、このカバードプットを入れていた方が有利なんです。ここを過ぎちゃうと、まあ、ミニだけの方が良かったになりますけども、それでも、まあ、 ここまでの下落これ以上の下落はもういいと考えて、自分でこの辺でですね、もうよしとすると。2万6000ぐらいだったらまあ、いいじゃないかと。自分の中で相場感この辺で終わるだろうと思ってるんであれば、より有利な世界がこれだけ広がってますからね。こうやってカバード、こうカバードプットっていうのをやってもいいかなと思うわけですね。はい。もちろん、このポジションっていうのは、上昇はですね、損失が限定されておりませんので、 上昇に関しては、この先物の,のミニをですね、売ってるわけですから、どっかでこう反対ワイワイするとか、損切りするとかっていうことをする必要があるかもしれませんが、このプットオプションの売りがあるために、上昇した時には少しだけこういったバッファーが効いてます。バッファーというか、あの、えっと、上昇した場合には、えミニオプションの利益がありますから、少しカバーされてるという状態になってる。これをうまく利用して、えいわゆる損切り場面をですね、少し遅らせるとか、ってことが可能になるかもしれません。 えー、具体例としてですね、あの、<ー>もう一つちょっと見てみましょうか。成功したばかりではなくてですね、逆にちょっと反転してしまった場面をちょっと考えてみます。はい。えー、この、さっきと同じ、どーんどーん下げた、この9月26日の時点26,205まで来た時ですね。えー、この時にですね、さらなる下落をちょっと予想してですね、追撃売りをしたと。同じように、 この日経平均 VI も25.13超えてますから、オプションを売るには、まあいいタイミングということで、え、プットを売って、追撃売りのミニを売ったというようなイメージを持ってください。はい。で、面白いのこれなんですよ。その日、実はその次の日、115円上昇してしまったんです。ですから上昇したということは、ミニからは当然損が出ます。これ、従来型でオプション1枚に対してミニ10枚売ってるパターンなんですけれども、 115円逆行したということは、当然11万5千円の損失ですよね。しかしながら、オプションの、プットオプションの方も、見てください。プラス12万円なんです。この12万円のプラスっていうののメカニズムは、確かにデルタでは負けました。方向を負けあ、合ってないんで負けました。上昇したのでマイナスです。しかし、1日経ってますから、時の経過ではプラス出てます。厳密な数字が合わないのは、これは、あの、概算なので、すいません、出ませんが、セータからプラス出てます。 さらに、ボラティリティがですね、反転上昇したので、ご覧ください。2.13%も下落したんですよ。なので、ベガからプラス出てるわけです。このように、ベガとセータが味方した。デルタは負けたけど、ベガとセータが味方した。こういうことですね。で、このグラフをご覧ください。青は満期損期。黄色は予想グラフ。赤は実績です。相場が上昇しました。上昇したので見に見たけだったらこうやって損してます。 しかしながら、そもそも上にありますね。オプションのおかげです。さらに、この黄色予想よりも、ちょっとだけピンクが上にあるということは、このベガ、インプライドボラテリティの低下が起こったことを意味しています。まあ、こういう複雑なことを言わなくても、ここ見てください。ミニの損失が11万5000出てる。えー、もし、ミニオプションを使った場合には1万1500円出てます。それに対して、プットオプションの売りが、 えー、従来型と12万円。ミニオプション使えば12000円の利益出てる。従って損失が、えー、5000円で済んでる。えー、ミニオプションの世界だったら500円で済んでるとこういった形なんですね。はい。ってことは、これぐらいの逆行だったら待てるということです。その後、結局、結果的にはこうなりました。はい。えー、最終的にですね、このポジション、この絵は、このグラフを見てわかるように、見てください。上がってるんですよ。 上がって終わってしまってる。だから、いわゆるこのカバードプット的には負けのはずなんです。しかしながらこれ最終結果なんですけども、461円の上昇で終わったので、最終的にここなんです。ミニだったら、ここですよ。461円上昇してますから、従来型だと46万1000円の損が出てるはずなんです。ところが、オプションの売りがあるために、最終利益はここです。 従来型だったら13万4千円。えー、ミニオプションでも1万3400円の利益で終わってるということです。これは逆行分をプットがカバーできたということですね。このように、まあ、最終的には予想と反したけれども、プット売りがあるおかげで、このように少し、えー、まあ、損益分岐点よりも内側で終わってるので利益が出たということです。先物の損失をプットオプションがカバーしたという事例ですね。はい。えー、まあ、このようにですね、 ま、上昇してしまったときにですね、オプションのおかげで、えー、ミニの損失をですね、オプションでカバーできる。損切りをするタイミングを遅らせることで、まあ、損切り貧乏を長く進むかもしれない。えー、予想通り下落したときには、えー、オプションのですね、様々な力を利用して、プラスで出てるんだということ。これをですね、知ってもらいたい。そして、大きく下落しなくても、オプションの利益と、先物プラスの利益にプラスして、オプションの利益があるので、えー、まあ、プラスアルファの利益を狙えるということでした。 えこういったことができるようになるのもこのミニオプションがあればと思いますので、ぜひですね、えー、研究をしていただきたいと思います。それでは以上にしたいと思います。